じゃあ最後、横田はじめさん。フリーの横田ですけれども、先ほど維新の対応をおっしゃいましたが、決選投票の、野田さんとは書かないと、10月31日に、大阪での馬場代表の会見でですね、同じ質問をしたら、政治改革の道筋がついたら、決選投票で野田さんと書く可能性はあると。というのは、野田さんを勉強会に呼んで政治改革について話してもらったと。でその時にもうほぼ大枠は一致したと。だから抜本的政治改革の規制法の成立ということで両党は合意する可能性があると。ただ馬場代表が気にしてたのは立憲民主党は意思決定のスピードが遅いということを懸念してたんですが、野田さんに聞いたらもう維新とはほとんど まとまってると。で、すぐに維新と合意することは十分可能だというふうにおっしゃってたんですが、玉木代表のその維新は決選投票で野田さんと書かないと断言されましたが、何が根拠なんでしょうか。プライムニュースに出演したときに、横に並んでいたときに直接聞きました。何日ですか。今すぐには思い出されませんけれども、調べていただくと分かると思います。それ 条件付きだったんじゃないですか。その政治改革の道筋がついたら野田さんと書く可能性もある。ただ今の段階では、そうはしないという可能性含めてたんじゃ、残してたんじゃないですか。それは、まあ、馬場さんに聞いてください。いや、馬場さんに聞いたらそう答えてたんですよ。そもそも不信任案に4党で賛成して、で選挙が終わったら石破さん政権を信任するっていうのは普通ありえない対応じゃないですか。表現、まあ、だから基本政策の一致をもっと早くにやっておけばよかったなと思いますね。何ヶ月も前にこちらからも申し入れましたし、連合からも要請が来て、やっぱり大事なことを脇に置いて、とにかく選挙区調整だけしようとか、手腕指名書いてくれっていうことになるので、やっぱりその手腕指名っていうのは、その一つの政権を構成するってことですよね。その中にはもう維新だけじゃなくて、その立憲、令和から日本保守党まで全部入ってってことですよね。そういう政権求めてますかね。泉前代表はミッション型内閣ということで、玉木代表も訴えているガソリン減税、トリガー条項の適用などですね、重点政策2、3で合意して政権を作ろうと呼びかけて、でまさに選挙中に訴えたことが、ガソリン減税が実現する手前まで来ていると、まあ、横田さん、最近この記者会見に来られているんで、あんまり聞いてないと思うんですけど、私のアーカイブも見ていただきたいんですが、ミッション型内閣については、一つ一つの項目については、当然共有、共同できるものは、例えば一緒に法律出すとかできるんですね。ただ、政権を担うっていうのは、やっぱり民主党政権の時の反省もあるので、やはりその外交安全保障であるとか、原発を含めエネルギー政策など、その国家の運営の基本に関わる政策についてはですね、やっぱり一致しないとうまくいかないし、バラバラになるんじゃないですかと。まあ、要ははっきり言って、今起こっているようなことを想定していたから、早い段階から、その党が違うので、いろんなことをそれぞれ主張したらいいと思うんです。ただ、政権を共にするということになると、特に外交安全保障は相手があるので、じゃあ、日米同盟をどう考えるんですかと、その中で、まあ、自衛隊が例えば共産党まで入れるっていう多分発想だと思います、横田さんはね。だそうなると、やっぱり憲法に違反している存在で将来的にはなくした方がいいと言っているところとはなかなか難しいですよね、冷静に考えたら。だからそういうことも含めた基本政策の一致をしないと、将来選挙区調整や手腕指名などで今まさに我々が言っているような混乱が生じうるので、早いうちからやっときませんかということを、むしろこちらからも提案していたわけですよ。でその大切なことを脇に置いて、じゃあ、手腕指名で一致できないからけしからんとかね、あるいは選挙区調整ができらんからけしからんと言われても、でそういうことを全部、まあ、ある種こう、脇に置き続けてきたのが立憲民主党ですよ。だから、何も最初から跳ねつけてるとかではなくて、だから先ほど質問ありましたけど、経緯があってね、こういうことにならないように、だったら、共に本当に政権を一緒にするということであれば、やっぱりここは無視せずに、できれば選挙の前に、こういった重要政策については同じ方向を向いてるんですよということを指し示すのが、やっぱりこれは議会制民主主義のお作法だし、礼儀だと
ということをまあ申し上げてきたわけですね。ただまあそこは時間がかかるから脇に脇に置いてきた結果、今日に至ってるんだと私は認識していますので、まあ、今日も基本政策の一致についてはね、難しいのはよくわかるけれども、我が党はそういう意味では一致してるんですが、やっぱり立憲民主党いろんな方がね、右から左までいらっしゃるんで、困難なことはわかります。困難なことはわかるんだけれども、そこを乗り越えないと、やっぱ政権を担うというチケットをなかなか有権者から与えていただけないんではないでしょうか。政策実現性を最も重視されてますが、立民側がガソリン減税を受け入れてすぐやりましょうと言って、自公側がそれを受け入れなかった場合は野田さんと書くんでしょうか、初版紙面で。政策実現性から言えば、そうしないと主義一貫しないですよね。ガソリン減税について立民側は受け入れると、一緒にやりましょうと言って、まあ、繰り返しになりますけれども、個別の政策というよりも政権を担うということです、初版紙面を選ぶということは。そうすると政策実現性について聞いてるんですが、政策実現はもちろん大事なんですが、その政権を共にするということであればですね、我々例えば自公とは政権を共にしないから石破茂とは書かないわけです。じゃあその野田佳彦と書くかというと、その野田佳彦と書くことがどういう構成になっているのかが分かりません。そこに共産党が入っているのか、日本保守党が入っているのか、令和が入っているのか、維新が入っているのか入ってないのか、全く分からないままですね、まあ、つまりその国家運営の基本政策についての一致度合いがどこでどう測られているのか測られていないのか分からない中で一票を投じることは、我々が私がこれまで言ってきたことと矛盾するので、それはできません。すいません、ちょっともう最後でお願いします。もう時間が終わりなので。政策実現性が一番重要なんじゃないですか。政策実現性が一番繰り返し申し上げてますが、認めるんです、認めるのを条件とするんですか。だから自公には入れません。石破茂とは書きません。政策協議でガソリン減税は自公に飲ませるんですか。それは必須条件ですよね。これから何をね、さっき言ったタイムラインの中で最も早く実現していくっていうのは、民主党政権の反省も踏まえて一気に全部やろうとして失敗した過去もありますから、そのどういうものをどのタイムラインの中で実現していくのかということは冷静に考えていきたいというふうに思っています。最後に1点だけですね、エコさんもういいですか。103万円のを超えると働き損は誤解という産経の記事が11月3日に出てますが、誤解をもとに統制拡大した疑いがあるんですが、この記事に対する反応を聞きたいんですが、横さんどう思います。いや、その産経新聞の103万円を超えたら働き損になるということは誤解だということについてはどう思われます。記事に書いてあるいや、あなたの意見を聞きたいんです。あなたの意見を聞きたいんです。所得税が増えるのは微々たるもので、うん、制度的結果的に富裕層にが一番恩恵を受けると。だから 税の改正の全体度の中で果たしてここが一番重要なポイントなのかどうか、これは極先ほど私説明しましたよね、財務省の説明そのままですよね、横田さん、珍しいですね。じゃあ産経新聞も書いてるんでですね、うん、横田さんと産経新聞がこう意見が一致するのは面白いね。もうそれだけね、今までの前提とされたような政治状況がこの選挙で変わったってことですよね。だからその、いや、横田さん分かる、私に反論するあまり財務省と一体化してますから、だから面白い現象なんです、面白い現象。だからどの立場に立ってるかなんですけど、こうさっきの共産党さんとか令和さん、これリベラルな方がむしろこの103万の壁を上げることに対してすごく反対されてるのが、私はね面白いなと思ってるし、残念だなと思ってるんですね。もっと現場の声聞いた方がいいと思います。じゃあ数字で示してくださいよ。じゃあ、うん、で私の反省も先ほど申し上げたんですけども、今の日本の税率は 5% が最低税率ですから、確かに103万が104万になったからといって増える税額は極めて微小です。それはおっしゃる通り。だから私も私たちもこの税の壁については無視してきたんです。でもその無視してきたことに対して、いやいや違う、103万がね、いろんな意味でやっぱ壁になっていて働き控えの原因になっているということは、もっと現場取材されたらどうですか。特に、いや誤解ではないんです。誤解ではないんです。私も誤解だと思ったけど、誤解だと思っていることが誤解でした。だからもっと学生の皆さんとかね、いろんな人の声を直接聞かれた方がいいですよ、ジャーナリストだったら。それをお勧めします。はい、それでは定例会見始めたいと思いますが、随分多いね記者さんが。
先週前回最後にやった時は静岡新聞と共同だけだったのに2社しかいなかったよ。山崎さんがいてくれたけど。はい、ただいまですね、公明党さんとの二幹二国を開催をいたしました。昨日は自民党との二幹二国、そして本日午前中にはですね、立憲民主党の小川幹事長、劉博文国対委員長との二幹二国で、先ほどは西田幹事長と佐藤国対委員長の二幹二国を公明党さんとやらせていただきました。立憲さんとの二幹二国の内容は先ほどブリーフで話した通りでございます。公明党さんとはですね、まあ、3点主に話をさせていただきました。まずは自民党、そして立憲民主党と同様に公明党さんに対してもですね、案件ごと、まあ、法案やテーマごとにですね、それぞれ協議をしていきましょうということで合意を得ました。また公明党さんの方からですね、我が党も兼ねてより103万円の壁をはじめとするさまざまなこの年収の壁等には強い関心を持っていたので、ぜひ国民民主党さんと連携をしてこの壁突破の問題についてですね、前向きに検討していきたいという大変心強いお言葉がございました。まあ、西田幹事長は壁突破チームとおっしゃってましたが、いちいちも早くですね、この103万円の壁を取っ払ってやはり手取りを増やすということをご理解賜りましたので、しっかりとこれを実現に向けて前に出していきたいと思います。2点目がですね、国会改革、政治改革ですね。まあ、政治家からの問題は言うまでもなく、さまざまな今国会に問題が山積をしています。先の党首討論では我が党はたった3分ということでしたし、衆議院ではですね、与党が少数になりましたから、それぞれの委員会やそれぞれのハウスのつかさつかさのですね、人事やポスト、こういったものも相当変わってまいりますから、それについてもしっかりと協議をしていきましょうということでございます。で、特にですね、政治改革、国会改革はもう待ったなしですから、いわば公明党さんもですね、ある意味自民党の裏金問題に大きなダメージを受けて選挙で厳しい結果を受けた党ですから、公明党さんも積極的にこれをやっていきたいと、年をまたぐことなくですね、年内にしっかりと結論が出せるように協議を与野党でしていくべきだという話もございました。そして最後3点目がですね、党首会談、これも可及的速やかにやりましょうと。ただし公明党さんの新代表がお決まりになるのが今週末と聞いてますので、国会開会が11月の11日というふうにも流れてまいってますので、国会開会したらすぐにですね、速やかに、公明党の新代表と玉木代表との党首会談をやっていきたいと思います。自民党さんとも当然党首会談要求されてますので、この設定も週明けに、なると思いますが、立憲さんとはですね、もう来週中にでもやりたいと思います。与党が遅くなるのは公明党さんの代表がまだ決まっていませんので、やはりそれをしっかり待ってから党首会談をやりたいということでございます。私から以上です。それにですね、加えてですね、はい、今YouTube の報道見てましたら、はい、国民民主党のだけの同時接続が2万なんですけど、これは多分政治家の YouTube の配信としては非常に珍しいということで、すごく注目されていると思う。それだけ玉木人気があるということですよ。それについてどういうふうに、玉木さんのおかげということですか。そうですね、玉木さん頑張ってるし、みんな頑張ってます。はい、でこれのもっと活用といいますか、やっぱりネットでですね、結構やっぱり人気が出てきたといいますか、その政策のアピールができたと思うんですが、で一方ですね、民主党に、国民民主党に騙されるなとか、あとはなんかまあ、すごくネガティブなワードがトレンドにこう入ってたりもするんですが、これについてはどういうふうにお考えでしょうか。まあ、出る杭打たれるんじゃないですか。光栄なことですよ。批判でも何でも注目してくれるっていうのはね、YouTube やさまざまな SNS が評価が上がるっていうのは、
実は地上波のテレビとか見ない若い方々やいろんな方がいろんな方々がそれぞれの媒体を介して政治に関心を持ってくれているということだと思いますし、特にショートの動画なんか自分で選べますよね。見たいものをピンポイントで見れると、そういった意味では新聞には新聞の良さがあると思います。横にいろんなものがですね目に入るというのは、ただ掘り下げていくときにはやはり今のネットっていうのは若者には刺さるんでしょうし、そういった意味ではいろんな形、既存の新聞であるとか、地上波のテレビ、BS、CS、まあ、YouTube 等々の SNS、もうアプローチの仕方がそれぞれ様々変わってきてますから、そういった意味では、あらゆることをやって、我が党の政策にご理解をいただけるように、努力をしたいと思いますし、まあ、伊藤孝恵さんであるとか、浅野聡さんであるとか、非常にこういったものに長けている仲間もおりますので、いろんなことを工夫しながらですね、やっていきたいと思います。その一つに、やっぱりですね、キャラクターとかそういったところの使い方っていうのはあるんですか？キャラクター？これ忘れちゃいけないですよ。え？これでございますよ、これこれ。ああ。これ支持者の方からっていうことですいません。なんか最近立体的になってきましたね。すいません。こういう登場の仕方が。はい、これですね、玉木事務所経由なんですけど、玉木さんのところが昨日までになられなくて、はい、なんかあじさん、これ、YouTube 出るとバズりますよ。これが昨日までのですね、はい、ハロウィンで、はい、で、これ後ろになんかヤギの、あれで、ヤギのおじさんということになってるんです。素晴らしいですね、便乗してますね。わかりました。です。いや、私からじゃないですよ。支持者の方かららしいんですが。わかりました。はい。ありがとうございます。お渡ししました。はい。フリーの記者の横田ですけども、はい、横田さんどうぞ。今の関連の質問で、ハッシュタグ国民民主党に騙されたというのも立ち上がってるんですが、騙されたって騙されるなんですよ。騙された騙されたというのも、ね、騙してないよまだ。いや、それはだから騙したんですよ。主犯指名の決選投票で玉木雄一郎ということを書くということは、石破政権延命させること全然違います。等しくてですね、全然違います。なんで野田政権が全然違います。主犯指名で野田と書いて政権交代を果たさないのか、まあ、横田さんね、玉木さんにも ライブ絡んでましたけど、はい、国会衆議院だけじゃないんですよ。参議院は140議席与党が持ってるんですね。これ仮にですよ、ずる賢い与党だったら野田さんに総理やらせて一本も通んないよ。あ、やっぱ野田政権ダメじゃないかって、また自民党に帰って安定政権だ。よかったね、参議院があるんだよ。この辺はよくやっぱね、森山さんも参議院出身、公明党の西田幹事長も参議院議員だ、私も参議院議員、出口の参議院議員で野党全部合わせたって108人ですよ。一本も取んないよ。以上。いや、だからそれをなんで選挙中に訴えないんですか。石破政権延命に黙って質問する。ちょっとさ、一問一答にさせる。そうですね。態度悪いよ、本当に。はい、どこでも態度悪いな。なんで選挙中に言わないんですか、そういうことを。石破政権延命させると自公石破不信任案に賛成して自公過半数割れを目指すと言ってですね、連立入りしないといえば普通の有権者は政権交代目指すと思うじゃないですか。国民騙したことになるんじゃないですか。我々はずっと各党と等距離で政策実現と言ってまいりました。政治を混乱させて、それが目的ではないです。政策実現です。具体的に年収が上がらず手取りが増えずに困っている皆さんを、来月の生活に困っているんです。しかって早くでも手取りを上げる、その政策を実現する、それまでです。選挙は選挙で国民民主党を伸ばすように、国民民主党の政策を理解してもらえるように我々訴えたのであって、選挙で野田さんを総理にしますとは一回も言ってませんよ。どっちが実現可能性高いんですか。野田政権今日はいい司会進行がいるんだこれ。いや、持つものは堀田さんだなこれ。どうぞ。やらせ記者がいますね。ちょっと失礼じゃないですか。ちょっとやらせ記者っていうのは失礼じゃないですか。横田さん、やらせ記者っていうのはダメだよ。それはみんなそれぞれの立場で取材してるんだから、記者に対してね、同業者に対してやらせ記者とかそういうのダメだ。いや、国民民主党の
支援者みたいな対応してるじゃないですか。被害者でもないのに。はい、どうぞ。あのお前だってさ、ちゃんとやってなかったの。皆さんさ、いるんだよ。ね、時間も限られてんだよ。そう、時間邪魔しないでください。要するにさ、常識を守れ、常識を。えらい点かなってな、これ。あの日経さん初登場でビビったけど、なんかもう来週からやめようかって、はい、公明党ともあの東距離でというか、はい、協議をしていくということですけれども、はい、公明党の場合は自民党も一緒に3党でやるという形なのか、公明党と1対1でやるという形なのか。公明党と1対1です。はい、まあ、場合によっては3党でやることもあるかもしれませんが、まずは公明党とですね、1対1。まあ、公明党の先生方と話をしてもですね、なかなか自公政権で公明党がやりたくてもできない問題も正直あったと。はい、圧倒的に与党強、あの自民党数が多く強いですから。ただこういうですね、少数与党になりますと、むしろ自民党だけの考えは通りませんから、むしろこういったものにとっては公明党さんにとってもですね、公明党さんの政策を実現するまあ、大きな好機が来たとも言えなくもないですから、ある意味あの集めた税金を使う側ではなくて、働いてしっかり税金を払っている側の立場に立って、公明党さんと協力するところも増えると思います。はい、この3党でと考えているところはあの、どういう項目になるんですか。案件にもよりますね。はい、案件ごとです。基礎控除の話については3党でというふうにお考えですか。それはまだその話は出てませんから、今後だと思います。はい、はい、どうもありがとうございます。じゃあ皆さん、後ろから。はい、読売の皆さん、どうぞ。読売新聞、峰と申します。政治改革の関係で、年内にも与野党でやるべきだということで、こちらは公明党さんと合意をしたっていう。公明党さんの方からですね、はい、年明けを待つことなく、年内でも協議をスタートして、協議に時間のかかるものもありますし、これ、ある意味、プレイする国会議員の側が自分たちでルールを作るのではなくて、第三者にしっかりと委ねるところは委ねていくということも大事でしょうから、そういった意味で議論を急ぐということで、ということであります。協議の場を設置するのを年内にもやるべきだという。いや、協議の場を設置するというか、協議を年内にでもスタートすると。その協議のやり方はいろいろあると思いますから、政治改革のそれぞれ本部長がおります。公明党さんは西田さん、我が党は古川さんですから、司で協議をしてやってもらえばいいんだろうと思います。もう一点、その中で例えば政策活動費だったりとか文通費とか、各取り組むべき項目についてのお話を。当然です。今日も午前中の立憲民主党との二幹二国でも申し上げましたが、ちなみに二幹二国というのは、YouTube 見てらっしゃる方や、報道見てらっしゃる方、幹事長と国対委員長、二人同士なので、二幹二国と言いますけども、立憲さんとの二幹二国で申し上げたのも、立憲さんはまだ、旧文通費の公開してませんね。やはり野党第一党が率先してこういうこともやってほしいということも、私と古川さんの方からも申し上げました。やはり、与野党関係なく、しっかりと透明性と説明責任を持って開示していくということが大事でしょうから、これ各党に申し入れたいと思います。公明党との話の中でも、文通費だったり政策活動費、具体的な文通費とか生活費の話は出てません。ただ政治改革、国会改革、それを前に出さなければいけないねという話です。皆さん、そういえば今日さ、朝日と同じ文言が読売でも踊ってたね、部分連合って。俺24年間国会議員やってるけど、部分連合ってつい最近出てきたんだけど、造語かね、あれ。立憲とも一周ごと、公明とも一周ごと、維新とも一周ごと、自民党とも案件ごとやるので、別に自民党さんとだけ部分連合するわけじゃないんで、ご理解いただきたいと思います。はい。処理水放出について、お伺いしたいんですが、福島県産の魚を食べようというふうに呼びかけをなさってますが、風評被害はですね、福島県にとどまらず日本全国、北海道のホタテとかですね、広がっていると。で、莫大な金額になって、政府は200億円さらに積みますということをおっしゃってるんですが、そもそもですね、
原発の敷地にはデブリを置くスペースがまだ空いててですね、デブリを置くのは30年以上先だと、ということはそこにタンクを作って放出をしないで済む方法があるにもかかわらず岸田政権が放出に踏み切ったことについて、どうご覧になっているでしょうか。税金の無駄撲滅ということからすればもっと安上がりの、方法があったんじゃないかというふうにはお考えになってないでしょうか。処理水についてはやはりこのタンクの中のミスもたまる中で、これは対応していかなければなりませんから、その中で福島の復興のために必要なものだと思っています。もちろん科学的な根拠が非常に重要ですから、しっかりと手順を踏み、そして IAEA のこの評価も受け、そしてアルプス処理水で対応すると、そして安全基準値以下にして放水するというプロセスを踏んでますから、僕は適切だと思っています。そういう科学的に安全だと言っても中国と諸外国は安心感が不十分 で水産業が今打撃を受けているとだとすれば、他の案を検討するのも十分妥当性があるんじゃないかと思うんですが、そういう考えには立たないんですか。横田さんは中国の考え方が正しいと思っていらっしゃるんですか。いや、中国はお客さんで儲けさせていただいてるんで、中国が儲け買ってくれるから日本の水産業者も儲かると、でそこの打撃になるようなことを避けるのが日本政府政権の役割じゃないかと思うんですが。いや、だからその前提として中国の主張していることが正しいと横田さんはお考えなんですか。中国の主張じゃなくて問題に、それにまず答えてください。中国の主張は正しいと横田さんは考えているのか考えてないのか、どっちですか。だそれは質問の趣旨とは関係なくて、水産業が代表を受けている、どっちなんですか。いや、それは正しい正しくないは、それはいろんな評価がありますが、どっち、横田さんはどうと考えているんですか。中国の考えを、いろいろ考えがありますから、それについ て, 今聞いて横田さんの考え方を聞いてます。いや、中国は中国でそれぞれの主張があるわけで、中国の主張は一つでしょ。それが正しいと考えているのか考えてないかと。だから横田さんの考えはどうなんですか。いや、処理水と呼ぶ人もいれば、横田さんの考え方を聞いてます。汚染水と呼ぶ、質問の前提として横田さんの考え方を聞いてます。どっちなんですか。だから科学的に今、見方があってですね、処理水と呼んで、ほとんど無害だという人も、横田さんが僕のその質問を答えてくれないんだったら、もう僕も横田さんの質問には答えません。僕は適切なプロセスでやっているというふうに判断をしています。いや、だから中国が処理汚染水だと言って禁輸というのも一つの選択肢としては、正しい選択だと思います。正しい、ただ中国の判断は正しいと横田さん考えていらっしゃるんですね。だそういう選択肢も判断もあり得ると、でそれを十分予測して対話するのが政府の役割で、いや、だからその横田さんが言ってるのがよくわからないんだけど、中国が正しくないんだったら、横田さんのジャーナリストもおかしいって言わなきゃダメなんじゃないの。いつも維新の批判するの一生懸命頑張ってるのはさ、いいんですけど、中国がやっぱおかしいとこ、おかしいことやってるんだったら、それ横田さんのジャーナリズムもおかしいんだって言わないといかないんじゃない。その前提として どっちを考えてるんですか。いや、だから横田さんはそれはすり替えですよ。すり替えじゃないよ。今問題なのは日本の水産業が打撃を受けてることであって、中国がけしからんとか言ってもそれは問題の解決にはならないでしょう。それを避ける方法を考えておく。そんなことないですか。それ横田さんも日本のジャーナリストなんだったら、日本のジャーナリズムでちゃんと中国に言ってくださいよ。維新に一生懸命言うのはいいけれども、中国におかしいんだとおかしいって言わなきゃどうなんですか。いや、そこは僕一ジャーナリストが言っても、政府がちゃんと説明して納得しない。いや、そんなことはないですよ。それだってここに記者会見に入ってきてるわけじゃないですか、横田さんは。これいろいろ僕に意見言いたい人もたくさんいると思いますよ。僕応援してる人もそうじゃない人も含めて、横田さんはジャーナリストでここに入ってきてるんでしょ。だから日本のジャーナリストだったら、中国がおかしかったらおかしいって言わなきゃ。だどっちなんですか。今そういう問題じゃなくて、被害にそういう問題じゃない、そういうもの聞いてるから僕は答えてるんですよ。いや、だから中国の汚染水という主張は、いや、それは一つの立場としてあり得ると。で、正しいと思ってるわけ。いや、ジャーナリストとして、いや、そういう立場もあり得ると。で、どっちなんですか。そこを曖昧にしたら横田さん、おかしいと思いますよ。いや、だから岸田総理はちゃんと中国を、岸田総理批判するのがちょっと分かんないけれども、だってそれは中国がその考え方がまず正しいか正しくないかっていう
観点だって正しくないんだったらそれおかしいじゃないかってやっぱ言わなきゃいけないし、それで正しいんだったら、まあ、横田さんはそういう考え方だ。それはそういう考え方こと過ぎ替えで岸田政権の、あ、申し訳ありません、すいません、あの少しあの議論が堂々巡りになっておりますので、あの時間が限られておりますので、あのすいません、あのまず質問に答えてくださいよ、聞いたの。今の質問を最後までまとめてください。いやだから今の岸田政権の対応、代替案を検討しないのもおかしいと思わないのかと。それが最後でいいですか。はい、あのまあ、あの岸田政権自身はやはりこの非常に、まあ、ホタテ含めてこの輸出先としてのこの中国がこの禁輸をするということで、あの被害を受けてしまう、そういったこの事業者を支援するというのは僕は必要だと思います。でもそれ以上に必要なこととするならば、やはりこの中国はこういった形で不合理なこともこうやってやってくるわけですから、まあ、あの輸出先としていろんな輸出先をやっぱり確保するべきだと思います。科学的にきちんと会話ができる、そういったあの輸出先、輸出国、そういったことを僕は確保することに岸田政権は最も力を入れるべきだと思います。あの現実問題、いろんなあの輸出人において中国との関係があるのは、まあ、事実なんですけれども、いざという時にどんなに不合理なことを言われたとしても、まあ、そこに生殺与奪の権を奪われてしまうと、握られてしまうと、これ日本としてはもう本当に弱みしか残らないということになりますから、まあ、そういった観点ではあのこういった中国がそういうことをする国なんだということを前提に、岸田政権とすればさまざまなあのリスクを分散する、いわゆるカントリーリスクがあるんだということを前提にして、このいろんなあの輸出先の確保に今取り組むべきだと思います。でそうするとどうしても今その中国に頼っていたところについては一時的にあの厳しい状況になるので、そこを支援するというのは一時的な案としては僕は賛成だけども、長い目で見たらきちんとしたそういったあの不合理な主張をあの普通にやってくる、この国にあの大きく依存するようなやり方は僕は反対です。また日本のジャーナリズムの中にも中国がおかしいじゃないかと胸張って言わない横田さんのようなジャーナリズムもいらっしゃいますので、まあ、そういうことを考えたときにきちんとこの確保、輸出先を確保して事業者リスクを守るということが重要だと思います。リスクを回避するということをきちんと事前にやっぱりやっていかなきゃいかん。中国に依存しすぎるんではなくて、いざという時にきちんとこのそういったカントリーリスクがあるんだということが今回も明らかになっているので、そういったことを岸田政権には僕は望みます。皆さん、今回の動画はいかがでしたか。ご存知の通り、国民民主党は28議席獲得しました。大躍進といえる活躍に国民の注目や関心が集まっています。しかしメディアは注目が集まっていることをいいことに、玉木雄一郎代表の家に突撃、玉木雄一郎代表の両親と周辺住民に恐怖を与えています。国民民主党の玉木雄一郎代表はメディアが実家に突撃したことに対してこのようにコメントしました。今日も日の落ちた18時過ぎに香川の実家に週刊誌の記者が突然訪ねてきたそうです。実家には年老いた両親と妻が住んでいるだけです。近所の人も不安を感じています。今回の動画を見た視聴者の反応を紹介します。いかに新聞もテレビも偏向報道しているかがわかるので、余計見られなくなることを早く知った方が良い。国政で真っ当というか、直接国民のためになる政策初めて聞いた。心から頑張ってほしいと願っています。横槍が入れられているようですが、実現してほしいな。頑張れ国民民主党、正念場だぞ。気を抜かないように、有権者を裏切らないようにね。国民民主党だから今回の選挙で投票しました。自民、立憲とかは関係ありません。国の民を守ってくれるだろうと投票しました。期待しています。お願いいたします。これまでメディアは有名人の家に突撃してきました。そして有名人本人や周りの人間を恐怖のどん底に突き落としたり、不幸な目に遭わせてきました。特にドジャースの大谷翔平選手はメディアから被害を受けているのはご存知かと思います。大谷選手が今年の3月に結婚した時は玉木代表と同じように実家に突撃、今年の6月には購入した実家をテレビや新聞で公開し住所をばらしてしまいました。その結果大谷選手は引っ越しを余儀なくされました。その後大谷選手は自宅に突撃したメディアの取材を拒否、
ワールドシリーズ制覇後の取材にも応じませんでした。大谷選手でもブチギレする愚行を玉木代表にもしたのです。全く反省が生かされていないどころか、さらに他の人にも迷惑をかけています。繰り返される愚行に国民も大激怒。テレビや新聞を信じる人はどこにもいなくなりました。社会の常識を破るようなメディアはなくなった方が社会のためです。一方で玉木代表は冷静な対応をしています。感情的にならずにメディアに退去を求めています。議席数を4倍に増やしても謙虚な態度を崩さない姿勢に国民は魅了されています。メディアの嫌がらせともいえる行為に負けずに国民のための政策を実現していってほしいです。玉木代表や新葉幹事長を中心とした国民民主党であれば絶対にできると思います。懲りずに偏向報道や本人や関係者の家へ突撃するメディア、最低最悪のメディアに負けずに手取りを増やす政策を実現してほしいですね。国民民主党の手取りを増やす政策に期待している人は、国民民主党の政策に期待、とコメントしてください。玉木雄一郎代表の実家に突撃するメディアを許せない人は、チャンネル登録いいねよろしくお願いします。